例えばじゃあ SVOO のパターンからいきましょうか。で公式として使ってるのはあくまで SVO の部分を使うんですけど、例えば、私は、彼にプレゼントをあげました。はい、SVOO で最初の O と次の O ってそれぞれ何目的語っていうか覚えてますか？どっちが間接？こっちは？これは？これ直接。じゃあ私は彼を与えるってことですね。逆です、ね、あなたは男の人を物と考えてるんですか？そんなこと思ってません。怖いですね。ねえ、あの子あげるあげる、いらない、ね、だからこれは間接を、間接目的語でこっちが直接目的語と。つまり第三分形になった時に V の直後に来る O が直接目的語だよね。はい、これって2パターン4パターン2パターン、うん、これ2パターンだよね。to を使うパターンです。 I gave a present to him になるパターンですね。じゃあこれを受動態にするとき O is VPP by S なわけですから O2 つあります。じゃあ最初の O を主語にしてみましょうか。どうぞ。 He was given a present by me。そうですね。 SVO が O is VPP で O はそのまま下ろして by S と、うん、これはそのまま下ろしました。じゃあA present を主語にした場合は A present wasプレゼントは彼に与えられた、私によってと。そうですね。でこの to なかったらどうなる？ OK ですか？なしですか？ありですね。この to は別になくても大丈夫です。 A present was given him でも大丈夫。もう一個のパターンがありますね。2パターンと何パターンでした？そう、4パターンですね。I bought him a present。by を使ったパターンですね。さあ、これ、まあこれはもちろん SVOO。 はい、じゃあ顔を上げて、この O は何目的語？間接目的語。うん、こっちが？はい、間接目的語のことはインダイレクトオブジェクトなので IO。 直接目的語はダイレクトオブジェクトで D ですね。うん、じゃあこれ IO を主語にするってことがありますか？He was bought a present by me. He was bought a present by me. じゃあ次下、a present を主語にすると、a present was bought for him.この4は省略できる、できません？できますね。そもそも下ろすだけだからね、ただ下にね。余った O は下ろすだけよ。余った O ってつまり何かっていうと、SVTO の次に来てる部分ね。
あなたをは下ろすだけ、はい、下に。じゃあで、じゃあ今回もね、この文章と、まあ、これ4があるバージョンないバージョンで合計3パターンですね。ね、SVO のパターン、これ何パターンかっていうと、これ4パターンですね。もしこれが同じだとしたら、さっき2パターンと4パターンで分けてる意味ないよね。じゃ何かが違うんですけど、これがおかしいですね。訳してここ。彼は変われた？あの男の子かっこいいじゃん。じゃあお姉さんが1万円で買ってあげようみたいな、そういう話でしょ。使えねえじゃねえか、映像。彼は買われた1万円でとかもあの辺りからもう使えないからある。これ He was bought a present by me は買うことね、彼が買われたってのはおかしいですから、これは言えないんですね。なんで今回の4パターンに関してはこっちだけ、こっちのみです。